こんにちは、市役所です。今回は東近江市の秋を代表するイベント、ブラッド五箇所街歩きについて、東近江市レインボー大使の伊藤ゆかりさんと岩井智音さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は今年の4月から東近江市の魅力を PR されていますよね。今日もとっても素敵な衣装でお越しいただきましたが、早速ブラッド五箇所街歩きについて教えてください。はい、今年のブラッド五箇所街歩きは9月29日日曜日に五箇所近藤町の安福寺前広場をメイン会場として開催されます。当日はぶらり街角美術館、博物館をはじめ各種団体によるステージイベントや、日本遺産に認定された街並みを練り歩く時代絵巻行列などが行われます。なるほど。ではまずぶらり街角美術館、博物館について詳しい内容を教えてください。はい、ぶらり街角美術館、博物館とは五箇所近藤町、川並町、竜田町などにある五箇所近江商人屋敷や近江商人博物館、仏閣などの会場をぶらりと歩いて堪能できる、町全体が美術館や博物館となるイベントです。各展示会場では絵画や水彩画、西陣織などの魅力が詰まった作品を見ることができます。今年初公開の会場もありますので、ぜひぶらりと街並みを歩いて様々なアートを体感してください。はい、では続いてステージイベントと時代絵巻行列の内容も教えてください。メイン会場で行われるステージイベントでは、八日市高等学校吹奏楽部による演奏や丹海書道文化専門学校による書道パフォーマンスが行われます。その他にも琴の 生演奏や園児による合唱、大道芸などでステージを盛り上げます。また五箇所近藤町内で行われる時代絵巻行列では、近江商人が活躍した明治大正時代に思いを馳せながら、レトロな衣装を身につけた参加者が練り歩きます。行列は午前11時と午後1時30分からの2回の実施を予定しており、ハイカラさんや鹿鳴館ドレスなどの衣装を身につけた出演者が、日本遺産に認定された歴史ある街並みを歩く姿はまるでタイムスリップしたかのような景色となり、見応え抜群です。なるほど。ステージ上でのパフォーマンスはもちろんのこと、地域全体が盛り上がりそうですね。そうなんです。他にもメイン会場や展示会場付近では、数量限定で近江商人の伝統食である泥亀汁の販売や、キッチンカーの出店、射的やスーパーボールすくいなどの体験コーナーを予定しています。また五箇所地区の街並みを散策していただき、素敵だと感じた瞬間の写真を SNS などに投稿するフォトコンテスト、かわいいもの集めを開催予定です。これらのイベントの詳細は東近江市観光協会のホームページを確認してください。わかりました。一日たっぷりと楽しめそうですね。では最後に会場までのアクセス方法を教えてください。車でお越しの場合は会場周辺の無料駐車場を利用してください。駐車場は点在していますので、交通誘導員の指示に従ってください。公共交通機関を利用する場合は JR 能登川駅から路線バス近江鉄道八日市駅行きで約10分、近江鉄道八日市駅から路線バス JR 能登川駅行きで約15分、いずれもプラザ三方吉前で下車してください。近江鉄道五箇所駅からは徒歩約30分です。わかりました。なお会場に行かれる際は事前にイベント情報を確認してお出かけくださいね。今回は東近江市レインボー大使の伊藤さんと岩井さんにお話をお伺いしました。皆さんのご来場をお待ちしています。